高度3万フィート、まもなくソ連領空に近づきます。降下20分前、準備はいいか。高気圧、依然として目標地域に停滞中。キャブ OK。 いいぞ、視界は良好だ。雨気を消せ。酸素ホースを機体のコネクターに接続。マスク装着せよ。男、素人かな。リリースポイントに接近中。降下10分前。おい、聞こえたか。雨気を消してマスクを装着しろ。開きます。日の出です。外気温度摂氏マイナス46度。降下2分前、スタンドアップ。1分前、後部に移動せよ。レイルアウトのプロトム。これが記録に残る世界初のヘイロー降下になる。降下10秒前、スタンバイ。すべて正常、オールグリーン。降下準備。カウント5、4、3、2、1。これになってこい。幸運を祈る。ソコロフを奪還しなければ大変なことになる。残された時間はわずかだ。ソコロフ救助確認後、リカバリーポイントで待て。回収用気球をポイントに投下する。ヘリウムが噴出して気球を膨らませる。その間20分。その後ガンシップのアームで引っ掛けて釣り上げる。フルトン回収システムだな。理論は聞いたことがある。そうだ、実戦投入は初めてだ。ソコロフは耐えられるのか。衝撃はパラシュート降下時より少ない。アームの強度も500ポンドまでは大丈夫。つまりコンバットタロン一機で国境を越えてくるつもりか。本機は6連装20ミリバルカンカノンを2門と40ミリ機関砲を2門装備している。戦車隊に追撃されても蹴散らしてもらえそうだ。予備タンクの燃料を考えてもタイムリミットは4時間。
順調にいけば数時間で終わるミッションだ。夕食には帰れそうだな。もしスムーズに運ばなければ。夕食だけではなく朝食も。今後の食事はジャングルで取ることになる。聞こえるか？そこはすでに敵地内だ。傍受される危険性がある。今後はお互いコードネームで呼び合うこととする。君の本ミッションでのコードネームはネイキッドスネークだ。以降はスネークと呼ぶ。本名は口にするな。スネーク？蛇は嫌いか？嫌い？どういう意味だ？食べたことはあるな。サバイバル訓練では。それはよかった。レストランで注文するほど好きではないが。そうも言っていられないかもな。ゼロ少佐、そっちはどう呼べばいい？そうだな、私はトムだ。トム少佐と呼んでくれ。今回のミッションはスニーキングミッションだ。敵に見つかってはならない。潜入の形跡も悟られてはいけない。わかるか？それが隠密部隊フォックスの特殊任務だ。つまり武器も装備も現地調達、食料もだ。まさに丸裸、ネイキッドの状態だ。なるほど。蛇は嫌いかと聞いた意味がわかった。俺の名前をスネークにしたのは皮肉のつもりか？いや、それにはちゃんと理由がある。しかるべき時に教えてやろう。ああ、わかった。それで、さっきの話だが、食料はどうやって調達すればいい？ナイフと麻酔銃を用意した。それでキャプチャーしてくれ。他に治療用の備品もバックパックに入れてある。バックパックか。降下したとき木に持っていかれてしまった。ではまずバックパックを回収しろ。場所はわかるか？大丈夫だ。ここから見える。木の枝に引っかかってるな。木に登るにはツタの絡まった木の前でアクションボタンを押せばいい。私は君をずっと無線機でモニターしている。領空侵犯はできないが機内にいる。周波数は 140.85 だ。こちらから連絡がある場合はコールする。そちらから話があるときはセンドしてくれ。さあスネーク、バックパックを回収しろ。
スネーク、バックパックを回収したようだな。武器を使用するには、まずバックパックから取り出して身につける必要がある。サバイバルビュアに入ってバックパックのウェポンを選ぶんだ。左上のウィンドウに持っている武器の一覧が表示される。その中から身につけたいものを選んで決定ボタンを押すんだ。装備品についてはアイテムで同じことをすればいい。わかった。サバイバルビュアのバックパックだな。そうだ。本ミッションの重きはサバイバルにある。作戦行動が長引けば君のスタミナも減っていくだろう。スタミナが低下すれば正確な射撃ができなくなったり、傷の治りが悪くなるなど作戦行動に支障が出てくるはずだ。スタミナ切れには十分注意してくれ。減ったスタミナを回復するには、ジャングルに生息する動植物をキャプチャーして食べるといい。動植物は麻酔銃でもナイフでもキャプチャー可能だ。武器は麻酔銃。マーク22ハッシュパピーのみか。そうだ。専用のサプレッサーが装着してある。ただし、サプレッサーは発砲するごとに劣化する。耐久度がゼロになると消音効果がなくなるぞ。乱用は避けるんだ。サプレッサーの耐久度はアイコンに表示されている。今装備している武器、装備以外は現地調達だ。装備も武器も現地調達とは、こんな無茶がよく通ったものだ。単独での隠密行動がフォックスの基本戦略だ。決して痕跡を残してはならない。持ち込んだ武器、装備、足跡、汗、排泄物に至るまで、弾丸も薬莢もな。そこはすでに不正規戦火の敵地内だ。米兵は存在してはならない。国際問題になる。誰にも見られてはいけない。君の存在を敵に悟られてはいけない。それがステルス任務だ。スネーク、そこでの君は文字通りゴーストなんだ。捕まっても救助はない。当局も米政府も一切の関与を否定する。わかった。単独潜入と言ったな。ああ。ということは支援は期待できない。そうだ。現場任務は全て君一人にかかっている。まさにワンマンアーミーか。寂しがるな。無線機で君をバックアップするサポートチームはいる。誰が？紹介しよう。今回の任務はサバイバルが重要なキーになる。君の体調管理、いわばメディックと記録を担当するスタッフだ。彼女もフォックスの一員だ。そして彼女もこのガンシップに同乗している。彼女？こんにちは。私はパラメディック。よろしくね。パラメディック、パラシュートで駆けつけるメディックの意味よ。女性からは本名を聞きたいものだが。それはお互い様でしょ、スネークさん。俺の名前ならジョン・ドーだ。それでジャックなの？まるでネモ船長ね。俺の名前はどうでもいい。戦場では意味がない。君の名前は？ジェーン・ドー。ふざけないでくれ。ふざけてないわ。生きて帰れたら教えてあげる。私の周波数は 145.73 よ。わかった。スネーク、それからもう一人紹介したい人がいる。ん？スネーク、蛇といえばザ・ボスを知っているな。お前の師匠であり伝説のソルジャー。実は長官から本ミッションの実行許可を取り付けてくれたのがザ・ボスなんだ。彼女がフォックスのミッションアドバイザーを務めてくれる。ザ・ボスが？ミッションの立案にもザ・ボスが協力してくれた。彼女と私は SAS で同期だったんだ。ジャック、聞こえる？何年ぶりかしら。ボス？そう、私よ。返事をして、声を聞かせてくれる？ああ、5年と72日18時間ぶりだ。少し痩せたようね。声だけでわかるのか？わかるわ、あなたのことだから。そうか、俺にはあんたのことがわからない。何が言いたいの？どうして突然俺の前から消えたんだ？極秘ミッションだったのよ。あなたはもう一人前だったわ。いや、まだ教えてもらいたいことがあった。いいえ、戦闘の技術は全て教えた。何もかもあなたに教えた。あとはあなたが自ら学ぶこと。確かに技術は。しかし兵士としての精神は。兵士としての精神？それは教えられない。真偽体、この中で他人から教わることができるのは
技術だけ。むしろ技術はどうでもいいの。大切なのは心よ。心と体は対をなす同じもの。精神を教えることはできない。自分で習得するしかないわ。いい？兵士はいつも同じ側とは限らない。兵士同士が個人的な感情を持つのはご法度よ。戦闘相手は政治によって決まる。政治は生き物。常に時代は移り変わる。昨日の正義は今日の悪かもしれない。それが俺を捨てた理由？違うわ。あなたには関係ない。言ったでしょ、ジャック。極秘ミッションだったの。軍人はどんな命令でも従わなければならない。理由や精査は必要ない。だけどあなたは戦う理由を求める。あなたは優れた兵士だけれど、軍人になりきれないところがあるのよ。軍人は政治の道具に過ぎない。ましてや職業軍人なら、任務に正義を持ち込むことはない。敵も味方もない。ただ任務でしかない。どんな命令にも従う。それが軍人よ。俺は成果を上げるために持てる力を使う。政治的なものは意識しない。それは違うわ。いずれ悩む時が来るはず。軍人として生きるか、兵士として生きるか。東洋では忠を尽くすという言葉がある。意味わかる？主君への愛国心、国への献身。俺も大統領や軍のトップに従う。そのために死ねる覚悟だ。大統領も軍のトップも不変ではない。任期が終われば変わる。上が変わっても俺はトップの意向に従う。任務は人が下しているものじゃない。では誰が？時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。だから絶対的なんてものはない。私たちは時代の中で絶えず変化する相対的と戦っているの。忠を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。それが軍人としての精神？ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。わかった。だが言わせてくれ。何？俺はスネークだ。スネーク。そう、スネークだったわね。ふさわしいコードネーム。そうだ。第二次大戦中、ザ・ボスが編成した伝説の部隊もヘビだった。コブラ部隊。大戦を終結させ世界を救ったヒーロー。伝説のヒーローがサポートしてくれれば大丈夫だ。スネーク。そうだろう？わかった、ボス。あんた以上に心強い人はいない。それと、え？また声が聞けて嬉しい。そうね。お互いいつ死んでもおかしくない身だもの。スネーク、あなたは市街戦や建造物への潜入ミッションは得意だったわね。でも今回はジャングル、サバイバルが重要になるわ。私が教えた CQC も役に立つはず。CQC、クロースクォーターズコンバットか。この数年はグリーンベレーにいた。かなり鈍ってるかもしれない。大丈夫よ。私が思い出させてあげる。サバイバル下での実戦任務は初めてでしょ。無線機でサポートするわ。ボスはどこに？少佐のそばか。ザ・ボスは北極海のパーミット級源泉から無線で参加している。私の周波数は 141.80 よ。戦闘技術についてアドバイスしてほしければ連絡して。了解。君の任務はソコロフ設計局局長の奪還だ。ソコロフ博士は君が今いる場所から北に行ったところにある廃工場に監禁されている。極力戦闘を避け、見つからずに行動するんだ。ステルス任務であることを忘れるな。スネーク、まず CQC の基本を思い出して。今からバーチャスミッションを開始する。
少佐、敵兵を2名発見。おそらくソコロフを見張っている KGB の兵士だ。 AK-47 にグレネードか。スネーク、君はすでにソ連領土に不法侵入しているんだ。 CIA やアメリカ政府の関与をクレムリンに悟られてはならない。敵との接触は禁じる。戦闘も避けろ。隠密行動だ。いいな。少佐の言う通り、本作戦はジャングルでの隠密潜入が基本になる。作戦の成否はカムフラージュにかかってくるわ。まずサバイバルビュアーのカムフラージュを使って迷彩を選びなさい。ユニフォームで野戦服、フェイスでフェイスペイントが変えられる。その場所に溶け込むような迷彩を選べば高い偽装効果が得られるわ。森の中では動くものが目立つということも忘れないで。迂闊に立って走ればすぐに気配を察知されてしまうわ。その場で匍匐していれば見つからずにやり過ごすこともできるはず。どれだけ偽装ができているかはカムフラージュ率を見ればわかるわ。カムフラージュ率は周囲に対するあなたの偽装度を表している。値が高ければ発見されにくいし、低ければ見つかりやすいということ。重要なのは自然と一つになることよ。カムフラージュを常に意識して進みなさい。いいわね。
がいる。どうした？ナルト！少佐、ソコロフが監禁されていると思われる廃工場に到着。かなり朽ち果てている。ここからではソコロフは確認できないが、警戒はかなり厳重だ。工場の外に保証が立っている。内部にも何人かいるだろう。目標、ソコロフは廃工場の奥、北東部の部屋に監禁されているはずだ。北東部だな。わかった。気をつけろ。ソコロフを生きたまま連れ帰るのが任務だ。彼の身を危険にさらすわけにはいかない。危険フェーズではソコロフに接触するな。了解。それとスネーク、まだ他にも？いや、救出に成功したら彼に伝えてほしい。何を？遅れてすまないと。それだけか？ああ。わかった。これより目標への接近を開始する。今何か？気のせいか。ソコロフだな。早くここから連れ出してくれ。奴らが来る前に。
これはなぜここに。あれが完成し大佐の手に入ればこの冷戦は終わる。冷戦が終わる。そして始まるだろう本当の恐怖の時代が。大佐、敵対しているとは同志です。同志、核を使うんですか。大佐、これから本物の地獄を見せてやる。待っていたわ、スネーク。